沖縄スズメウリディプラサイクロスパメイタスシージェフリーはウリ科のツル植物。真っ赤の果実を生じ、観賞用に栽培されることもあるが、有毒でもある。一年生の総本で、ツル植物。葉は全体として心形、つまり、木部側でくぼんだところに傭兵がつながった形になる。傭身の長さ、幅はもに十センチメートルほど大きく手のひら状に切れ込んで後。 または七の列辺に分かれる。列辺は卵形から卵状皮神形。先端は尖り。縁は細かな胸脂がある。傭兵は長さ3から5センチメートル。破質は柔らかい表面はザラつく。巻き髭は途中で二つに分かれる。花には尾花と雌花があるが私有同種。尾花と雌花は同一の溶液から複数が束のように生じる。死ゆとも花は 白で小型、径は1センチメートルほど、額も果敢も猛烈し、列辺は高渉径、円は滑らか。尾花の花糸は短い。雌花には仮オスシべが3個あり、中等は3個で、それぞれ2列する。果実は球形で径2センチメートル、白の縦線があり、こなすと赤くなる。日本ではトカラ列島の口の姉妹南の琉球列島に算する。 国外では台湾、南中国からインド、マレーシア、オーストラリア、熱帯アフリカにまで分布する。低地の野外に生えるもので、池原は、石灰岩時代に多いと記している。似た名前のものに、スズメウリがあり、スズメウリ族に含まれる。だが本種は、これとは別の沖縄スズメウリ族に所属する。この族には世界に2種があり、日本では本種のみが知られる。 系統的には、鶴麗種族に近縁とされる。なお、ややこしいことに、沖縄には他に黒身の沖縄スズメウリゼクニリや、ロウユキアンシスがあり、これは、沖縄スズメウリ族ではなく、スズメウリ族のものである。沖縄では普通に野草として生育している。ただし、この果実を干渉するために、日本では近年は、琉球おもちゃ売りといった名で流通している例もある。中国名は、 毒売りで果実や根には有毒成分がある。しかし、インドではワカメを食用とすることがあるよし。ネパールでは種子のペーストを発熱の治療に用いる。農業の分野では、この種はウリミバエやみかんコミバエなど農業害虫の食害対象となる。これらの害虫が攻撃する範囲は広いが、その中で本種は野外における重要な宿子植物である。例えば、 機械島でのウリミバエの研究では、この害虫の野外個体群の密度は高く、それは本種に大きく依存している。島内の地域による、この害虫の密度は、本種の密度の違いと結びついている。そのため、ウリミバエなどの不妊虫放し害による、根絶事業に関わって本種における害虫の調査が行われたこともある。また、足拾ヘリカメムシもウリカを中心に被害を与える。 農業害虫であるが、この種が本種の上でよく繁殖し、成虫が作物に移動して被害を与えると考えられている。ありがとうございます。